結構歩くわね。ねえコロスケ、あんたの故郷ってこっからだとまだ遠いんだっけ？はい、急いでもたどり着くのは明日になってしまうかと。ラビリスタさんが本調子だったらあの不思議なトンネルでパパーッと進めたんですけどね。でもラビリスタさん、見た目以上に深手を負ったみたいですし。こいつや私たちを助けるためにあいつもだいぶ無理したっぽいわね。ネネカやクリスティーナと一人で戦って生きてる時点ですごいけどさ。はい、そしてラジラジ様たちが救援に来てくださらなければ倒されていたのは私たちの方でした。ダイゴさん、マサキさん、ラジラジさん、カルミナやエリザベスパークの皆さんのおかげでネネカさんたちの洗脳がなんとかなって本当に良かったです。そうね、こっから先あいつらを敵の感情に入れなくていいってのはだいぶ気が楽だわ。まあラジラジのやつがあの場を動けなくて空間跳躍も使えなくなっちゃってるのはちょっと間抜けだけど。ギャル様、そのように言ってしまってはかわいそうでございますよ。ラジラジ様が動けないのは結界を維持するためなのですから。分かってるわよ、けど口くらい言わせなさいっての。そのせいで私たちはこうやって足を棒にしてんだからさ。ケルちゃん、この辺でちょっと一休みしませんか？あ、ほら私お腹ペコペコなので。うん、そうね、今あんまり無理しても後が続かないしね。はい、エリザベスパークの皆様からいただいたお弁当もございます。わあ、おにぎりにソーセージに卵焼き、とっても美味しそうですね。ほんとぎっしり入ってるわね。あんた重かったんじゃない？シズルさんたちもすっごくついてきたそうでしたけど、ラビリンスやエリザベスパークの皆さんにはローカルパッチ入りのクレープ作りを続けてもらわなくちゃですし。ミソラに苦しめられたユイ様も今しばらくは心と体を癒す時が必要でございます。ひとまずはラビリスタ様がご一緒に潜伏なさるそうですが。あいつが本気でかくれんぼしたらさすがのエリスだって簡単には見つけらんないはずよね。何かのっぴきならない理由でもない限りはさ。のっぴきならない理由？シェフィ様、シェフィちゃんはもう戻らない。彼女のことは忘れてあげて。探さないでほしいというのが彼女からの伝言だよ。君たちにとってもすごく辛いと思うけど。そんな忘れるなんて何言ってるんですか、ラビリスタさん。いくらあなただって言っちゃダメなこともあるんですよ。ごめん、でもどうやらシェフィーちゃんの場合洗脳魔法よりも厄介で、今の私じゃ処置してあげるだけのリソースが足りないんだよね。だからさ、何言ってんのよあんた。シェフィー様はそのエリスによって作られた端末で、つまり私たちを監視していたのではないかと。コッコロちゃん？もちろんそれはシェフィー様のご意思ではなくて、ご本人も気づかぬままエリスによって情報を奪われていただけ
そう思われるのですが。ゴロスケ、あんた気づいてたんならどうして黙ってんのよ。それはこころちゃんを責めないであげて。私たちが確信に至ったのはついさっきのことだし、それに仲間を疑うのがどれほど辛いことかわかるでしょう。相手も結構周到でさ、シェフィーちゃん自身だって気づいてなかったんだ。エリスに意志を奪われて私に攻撃を仕掛けるまではね。ラビリスタさん、いややっぱりきつかったな。みんな手加減してくれないんだもん。ちょっとあんた、しっかりしなさいよ。自分がエリスさんに情報を流してしまうから。それどころか操られて私たちを傷つけるかもしれないから、シェフィーちゃんは一人で出て行ってしまった。それはきっとシェフィーちゃんなりの優しさだったんだと思います。もしシェフィーちゃんが何も言わずに行かなかったら、私たちきっと尻尾に噛みついてでもシェフィーちゃんを止めたでしょうし。でもさ、でもやっぱり今からでも私シェフィーを探しに行くわ。私本当に行っちゃうわよ。いいのね。あんた、でも、でもシェフィーちゃんがどこに行ったかわからないし、運よく追いつけてもどうしたらいいかわからないんですよ。私もコッコロちゃんも体が2つあるなら、片方はシェフィーちゃんを探しに行っています。でもですね、ラビリスタさんのお話じゃ、今のシェフィーちゃんの状態、洗脳魔法よりずっと解除が難しいみたいですし、運よくシェフィーちゃんに追いついたからって取れる手段がないんじゃ、本当の意味では彼女のためにならない。ただ単に優しくした気になっている自己満足なんじゃないかって。分かってるわよ。今の私たちがあいつのためにしてやれる一番いいことってのは、その秘密のこの世界の歪みとかいうのを戻してやること。そうすりゃきっとシェフィーだって解放される。あいつを利用してるエリスが本当に歪みの原因ってんならね。はい、ユイ様も救われるはずですし、それに懲役が終われば現実に帰ることも。ケルちゃん、どちらに行かれるのですか。心配すんじゃないわよ。一人でシェフィーを探しに行ったりしないから。それじゃあ、そのお手洗いでしょうか。違うわよ。ちょっとその水でも汲んでくるだけ。え、うん、くれぐれもお気をつけください。あまり遠くに行ってはなりませんよ。はあ、私やっぱり人間っぽくないっていうか、冷たいでしょうか。いえ、ペコリーヌ様、先ほどおっしゃられた通り、可能であれば今すぐシェフィー様のもとにはせ参じたいのは私たちも同じでございます。それに今回のことは、そもそも
私がいけないのです。え？ビースト族の国でカスミ様から私たちの中に内通者がいるかもしれないとお伺いしたとき、真相にたどり着けるようもっと努めていれば。いいえ、他ならぬシェフィー様のことです。おかしなことがあったなら私がもっと早く気づくべきでした。そうすればひょっとしたら今頃シェフィー様がこのような苦しみに陥ることは。シェフィーちゃんやユイちゃんたちのためにまずはエルフの里に行ってコッコロちゃんのお父さんから最後のソルオーブをもらわなくちゃですね。そういえばコッコロちゃんのお父さんってどんな人なんですか？私のお父様は、そうでございますね、村の長という立場もありましたから、とても厳格で優れた精霊使いでもあり、また女神アメス様の敬虔なる信徒でもありました。ただそれは今にして思えばアストルムでの入れ物の振る舞いなのです。アバターっていうのが意志を持って動いていたってことですか？本物のお父さんじゃなくて。もちろん人格面などは現実でのお父様を参考にされていたと思います。ですが現実のお父様はエルフの隠れ里の王さん、エルフィリア・タレル・ダールゾラと違い、人々を率いる指導者たる存在ではなかったと、そう思います。でもコッコロちゃんのお父さんはラビリスタさんたちと同じでセブン・クラウンズ、この世界の創造者の一人だったんですよね。そのようです。世界を運営する超 AI ミネルヴァ様をお作りになられる過程では、私もほんの少しおそばで拝見しておりました。他にもお父様の開発には次世代通信網の構築やアストルム内での成長にまつわる要素など、私には理解の及ばないことも多くありましたが、ですがそうしてお仕事が多忙なさなか、学校に馴染めない私をさりげなく気にかけてくださって、私にはかけがえのないお父様だったのです。優しいお父さんなんですね。私の現実のお父さんのことぼんやりとしか思い出せなくて、これも認識の修正のせいなんでしょうか？かもしれません。頻繁に情報を交換しているせいか、ラビリスタ様のクレープのおかげか、すぐに忘れさせられるようなことはなくなっているようですが、ひょっとしたら私が考えたくないだけなのかもしれません。だってペコリーヌ様、きっとこれって私だけじゃなくてキャルちゃんも、それに。お、大丈夫よ、そんな心配そうな顔すんじゃないの。シェフィーのやつを取り返すにはこの道が一番いいってことくらい分かってるわ。さ、あんたは思い出してない？現実のこと。それじゃあさ、その思い出した記憶の中で私と会ったりしてた？現実の私はどんな
フだった。うん、それは、うん、悪かったわね。でもその調子じゃこっちの私とあんまり変わってないのかしら。あんたもまだちゃんと現実のことを思い出せてるわけじゃないのね。はあ、本当の世界か。自分でもよくわかんないんだけど、現実ってやつのことを考えるとなんかムカムカするっていうか、気持ち悪くてさ。何なのかしらねこれ。変よね私。だってもしもう一人の自分なんてものがいるなら、今の私よりきっとマシなはずなんだから。いいえ、そのようなことはありません。誰？